はい、ありがとう生態、愛知県蒲郡市でやっております、まあ不思議な生態と言われていますけどもね、本当に楽しくねやらさせていただいています、皆さんねこの癖、まあ癖が体の動き方の癖っていうのがね皆さん相当ついてると思います。例えば、目線の癖とかもねやっぱりあって、こちらのテレビがねいつもこちらにあって、まあこっちにこう振る癖がある人だとか。ご飯の時にね、まあ、顎の使い方だとか、体の使い方ね、この潰し方、そういう癖がね、皆さん、相当、ついてると思うんですけども、その癖直しはですね、やはりこの、健在意識といってね、自分の意識で直すというのはもうね、多分不可能なんですね。じゃあ、どうしたらね、まあ、直していけるかつ。一発で治ることはないと思うんですけども、直していけるか。例えば、目線のね、動きとかは結構ね、このありがとう整体で、チャクラ療法でやると、結構瞬時にね、変わるんですけども、その動かし方の癖を変えるためにはですね、私がいつも言っている、細胞がね、こう、細胞を多分潰して使う方がこれ楽なんで、楽っていうことを覚えてしまってるんですね。楽に動くんで、ね、細胞が膨らんでると、逆にちょっと動きにくいけども、軸で動けるみたいな、そんな癖がついているのとしたら、本当にね、潜在的にそれを変えていくにはですね、細胞を膨らまして、しっかりした軸でですね、動くという練習をしていく、まあ、それが、結局、自分がね、考えるで直すよりもですね、体がしっかりそこを覚えてもらって、そこで動けるようになっていく。これはもちろん徐々にだと思うんですけども、どこかでその癖をね、変えない限りですね、もう染みついてしまった、癖はですね、自分では直せないと私は考えております。そんなね、ちょっと変わった整体をやっていますけども、整体師養成講座もですね、スタートしました。ね、ちょっと他とは違うね、ことを学べる整体講座になっております。整体塾になっております。多少高いような気もするけども、今ね、今年はまあ半額以下のね、値段で、施術をね、施術じゃなくて、授業をね、させていただいています。そして、和気あいあいとやって、本当に和気あいと楽しんでね、学んでいただきたいし、まあ、回数自体はね、ちょっと少ないんだけども、まあ、その後もですね、できたらですね、まあ、お師匠さんとは言わないけども、お師匠さんとお弟子さんみたいな関係、まあ、その昔みたいにこんな差があるのではなくてね、近い状態の、まあ、そういう師弟関係で、長くね、付き合っていける、まあ、そんな方をね、募集しております。よろしくお願いいたします。